アウンサンスーチーの栄光と汚辱、迷宮の女王その2。前回その1では、アウンサンスーチーの父アウンサン将軍が大日本帝国陸軍のスパイ養成機関陸軍中野学校によって海南島で教育と実践訓練を受け、その後ミャンマーを独立へと導く過程で暗殺されてしまったこと、そして幼い時に父を亡くしたアウン・サン・スー・チーが英米から帰国し、独立の英雄の娘として圧倒的な国民の支持を得たものの、その後軍事政権によって自宅軟禁されたことについて触れた。今回はその後のスーチーが国際社会から寄与奉返を一身に受けるようになった経緯について触れたい。1988年、ビルマ社会主義計画党議長のネウイン将軍による独裁政治と経済悪化に抗議する市民デモ活動が高まっていた。そんな中、スーチーはビルマに帰国した。国民の抗議に押されてネウインは党議長を辞任した。同年8月、スーチーは首都の大寺院シュエダゴンパゴダ前広場で民衆を集めて政治演説を行った。9月18日、ソー・マウンが軍事政権を樹立すると、スローク、国家法秩序回復評議会という名の国家統制委員会が形成された。ソー・マウン軍事政権に反対するスー・チーは、国民民主連盟NDL を結党して書記長になり、各地で演説を行ったが、翌1989年7月にスー・チーは自宅軟禁されて NDL 書記長も解任させられた。スー・チーは軟禁よりも国外退去を求めたが、軍事政権から国外退去は認められなかった。アウン・サン・スー・チーの自宅軟禁が解除されて、彼女が解放されたのは、軟禁から約21年後の2010年のことだった。なぜ私がアウン・サン・スー・チーの栄光と汚辱という題名にしたのかという理由は言わずもがなであるが、一応明確にしておくならば、まず、栄光とはいくつかの意味がある。それは英国から独立を勝ち得た英雄アウンサン将軍の栄光を血統として引き継いだものである、民族独立の象徴としての栄光であり、また1988年ビルマ社会主義計画党議長のネウイン将軍による独裁政治と経済悪化に抗議する市民デモ活動が高まっていた中で、ビルマに帰国して市民から熱狂的に新しい時代を切り開く政治家として期待され、首都の大寺院シュエダゴンパゴダ前の広場で街頭演説で交渉50万人の聴衆を集め得たという栄光であり、そして軍事政権の圧力に屈しない民主派政治家として西側諸国から絶賛されて、1990年にノーベル平和賞を受賞した栄光でもある。それでは汚辱とは何なのか。それは時のソー・マウン軍事政権によって騒乱を煽り立てて国家秩序を乱したものとして自宅軟禁
ハウスアレストされた汚職であり、ノーベル平和賞受賞後に巻き起こったイスラム教の少数民族ロヒンギャの人々を迫害弾圧するミャンマー国軍や警察を司法台に放っておいた非人道的な政治家として非難された汚職である。ロヒンギャとはミャンマーの西岸部に住むイスラム教の少数民族であり、ロヒンギャの村へのミャンマー政府軍による攻撃と焼き打ちのために、近年では2017年の夏からロヒンギャ難民の出国が相次いだ。隣国バングラデシュにはロヒンギャ難民74万人が避難したと報道された。少数民族ロヒンギャの迫害と人権弾圧を受けて、アウン・サン・スー・チーには国際社会から非難が集中した。実際に以下のようなことがあった。2017年9月、アウン・サン・スー・チーのノーベル賞を取り消せという請願運動に36万人の署名が集まった。その後ノーベル財団は受賞後に賞の剥奪することはしていないと取り消しを拒否。2018年9月、カナダの下院はミャンマーのアウン・サン・スー・チーに対する名誉市民の称号を剥奪することを全会一致で可決した。2018年11月、スー・チーとかつて蜜月関係にあった国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは、以前アムネスティが最高の栄誉褒章としてスー・チーに授与していた両親の大使賞をアウン・サン・スー・チーから剥奪すると発表した。アウン・サン・スー・チーの心の中の本音は一体どのようなものなのであろうか。それを垣間見るためにスー・チー自筆の本 Freedom from Fear、 恐怖からの自由を紐解いてみたい。まず暴という言葉の本当の意味、 The True Meaning of 暴というエッセイについて触れる。アウン・サン・スー・チーによれば、ミャンマー語の暴という言葉は英語にするとアーミー・リューテナントという意味があるという。アーミー・リューテナントの位階については、大尉とか中尉とか副官とか各国の軍政によって微妙に異なる。よって大まかに言えば、陸軍将校または陸軍士官と大まかな語として訳すのが、軍政が正確に判明しない場合においては適当だろう。しかしながらビルマでは暴は単に any military officer という意味を超えて、コマンダー指揮官やリーダー指導者という意味とも一般には考えられているとスー・チーは述べている。スー・チーは次のように自ら英語で書いている。 It was in that sense that the word was applied to officers of the fledgling Burma Independence Army when it first made its appearance on Burmese soil in 1942.Vibrant with the hopes of a country poised to realize its dream of freedom。 つまり、日本軍の支援で太陽国の首都バンコクで創立され、日本軍と共闘して1942年に首都ラングーンから一旦は英国軍を排除することに成功したビルマ独立義勇軍は、
自由の夢を実現するという望みでワクワクする思いで迎え入れられ、その思いがこの某という言葉に乗っかって以後今日に至っているとスーチーは書いているのである。ただスーチー自身はビルマ独立義勇軍がビルマの地を踏んだ1942年のわずか3年後に生まれたので、幼すぎて知らなかったのか、それとも英国で学んだスーチーはあえて伏せて触れないようにしたのか、そのビルマ独立義勇軍を支援していた日本の存在には一切触れていない。それどころか再来した英国統治とのアウンサン将軍の反日レジスタンス運動にも触れている。たった2歳で父アウンサンを暗殺で亡くした娘は、父の胸の奥底の真意までは知ることはなかったのではなかろうかと、少なくとも私には思える。いずれにせよ、そのような国家独立への夢を実現した某、陸軍将校への民衆の熱情は冷めやらなかった。そして某という言葉の先頭に立っていたのがアウンサン将軍だった。アウンサン将軍を褒めたたえる詩や歌が生まれた。スーチーはその例を以下のように挙げている。Parents of Burma, you must give birth to heroes like Bo Aung San. He will make history, his deeds will be recorded in annals. The noble Bo Aung San.この詩を節約する。ビルマを産みし親たちは英雄に魂を与えしか、アウンサンもしかり、彼は歴史を作るであろう。彼の遺訓は年代記に刻まれよう。気高き将軍アウンサン。アウンサンスーチーは父が築いたビルマ独立義勇軍について次のように述べている。アウンサン将軍は彼が立ち上げたビルマ独立義勇軍を厳しい規律と誇らしさに満ちた組織としたが、それは次のような盤石な美徳によって築かれていた。腐敗しない清廉さ、自己犠牲、自己規律、強靭さ。スーチーはその由来について述べてはいないが、その清廉さと自己犠牲と自己規律と強靭さはまさしくアウンさんが2ヶ月間の海南島での日夜を通じて集中的に行われた陸軍中野学校による教練で日本から得たものではなかっただろうか。アウンサンスーチーは書いている。もしもアウンサン将軍が生きていたならば、帰化の兵士たちに次のように警告しただろうと。不正を働くな。我々は国家の敵ではない。我々は国家の友である。しかしながら、アウンサン将軍はビルマ独立を目前にして暗殺者の凶弾に倒れた。ビルマの人々が憧れて期待した某将校たちがアウンサンの死後の政権で
やがて次第に腐敗し、民衆の心から次第に離れて既得権益集団化していった経緯は、実に皮肉で悲しい道のりであった。アウン・サン・スー・チーは、スー・チー自筆の本「Freedom from Fear」「恐怖からの自由」の中で、権力者を堕落させるのは権力そのものではなくて、権力を失う恐怖が権力者を堕落させるのだと述べている。Freedom from Fear の署名にもなったスー・チーの政治哲学の最も中心的命題であるこのことについては、次回に触れたいと思う。アウン・サン・スー・チーの栄光と汚辱、迷宮の女王その2、続く。